最近、中国・陝西省西安のある漬物工場で、労働者が漬物を漬けるプールに落ちて死亡する事件が発生。溺れたのではなく、大量の添加物の発した有毒ガスで命を落としました。この漬物工場は大量に添加物を使用。7月14日、漬物を取り出そうとした労働者1人が漬物プールに落ち、添加物の発した有毒ガスで死亡。助けようとした労働者2人も同様に亡くなりました。工場は黄色4号、唐辛子エキス、食用赤色102号、黄色5号など10種類以上の添加物と着色料を使用。野菜の発酵時には二酸化硫黄、メタンなどの有毒ガスが充満。工場内はカビの生えたザーサイや漬物であふれ、ウジのたかった漬物も大量にありました。工場の運営はすでに3、4年、生産手続きは一切取っていませんでした。事件は大きな反響を呼びました。ネットでは、誰にこんなのを売るんだ、匂いだけで死ぬなんて、こいつは食べられるのか、といった声や、まるで屎尿タンクのようだ、吐き気がする、といった声のほか、これは新型の化学兵器だ。大規模破壊兵器を彷彿とさせる。国防省に注目してほしい、との皮肉もありました。また、ああ神様、今はどんな食品が安全なのか。殺人や交通事故は聞いたことはあるが、匂いで死ぬなんて初耳だ。漬物を取ろうとして死ぬなんて、との嘆きも聞かれました。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。